ということで、おはようございます。ちょっといつもと違う感じで始めてみました。あれ、なんかいきなりテレビがつきましたね。はい、始めてみました。今日はですね、埼玉県に今来てるんですけども、いつも通り僕家のマンションのエレベーターからいつもおはようございますって始めるんですけど、今日はちょっと時間があまりもなくて乗り遅れそうやったんで、まあいつも通りなんですけど、まあ今日は特に乗り遅れそうやったんで、もう撮る時間なくて、で、今埼玉ついてるんですが、まあ今このビジネスホテルの中なので、全く埼玉感はないですが、はい、ついております。とりあえず今日一泊して、で、埼玉飲み会のためだけに来てるので、一切観光せず、飲んで、明日の朝、チェックアウトが10時なんで10時にチェックアウトして、そのまま東京駅行って、そっから新幹線で帰るっていう感じになってて、まあ来月も東京来るので、まあ観光すればそこでいいかなと思って、で今日はまあもう観光じゃなくてただただ飲みに来るためだけに埼玉に来たっていう感じになってるので、はい、今現在が4時なんですけども、飲み会が6時からなんで、まあそれまでちょっとゆっくりしたいなと思います。あ、ちなみに今日の持ち物チェックなんですけども、嫁蔵にですね、今新しいウイルスが流行ってるから、マスクとか持っていけって言われて、結構いろんなもの渡されたんで、そのご紹介をしたいなと思います。まあこれはいつものリュックですね。リュックと、あとまあこのトートバッグの中にマスク、歯ブラシ、マスクですね。マスクはなんか、これは朝嫁蔵が薬局に行って買ってくれてました。耳が痛くならないマスク、この紐のやつですね。で、あとこの、その中国の方も3名ぐらいなんかウイルスかかってるみたいなんで気をつけやなあかんってことで、この除菌シートも朝買ってきてくれてたらしくて、でそれ以外にも菌を殺すスプレーとか、あとこれもですね、これは手につけるやつで、これはなんかマスクにつけろって言われて持たされました。なんか菌持って帰ってこやんといてやって言われて、一応これをして今日は行きたいなと思います。ちなみにですね、ちょっと埼玉っぽい景色一切今まで見せてなかったので、見てもらいたいなと思います。ここは浦和なんですけど、浦和って言えば僕の勝手なイメージでは浦和レッズと浦和学院のイメージだったんですけど、意外と栄えてて、意外とって言ったら失礼かもしれないですけど、パルコとかもなんか逆側にあったりとかして、なんか結構いろいろあるみたいで、僕はてっきり埼玉って言ったら僕の地元の奈良の田んぼとかあるような感じかなというふうに思ってたんですけど、意外と栄えてたっていうところでびっくりしてますが、まあそんなこと言ってる間に、大宮に行きたいなと思います。行きます。はい、それではですね、もう近くまで来たんですが、結構大宮はやっぱ都会ですね。なんか栄えてるとは聞いてましたが、大阪よりも都会ちゃうかなっていう感じですが、どこやろ、多分ですね、もうそろそろあるはず。ありました、これです、鳥吉。いや、さっきキャッチのお兄ちゃん捕まえて聞いて教えてもらったんでよかったです。では、このために来た、飲み会行ってきます。ただいま、ホテルに帰ってきました。時刻はですね、まさかの3時52分で、10時チェックアウトなので、今から風呂入って寝たら5時ぐらいなので、5時からまあ5時間ぐらい寝て、で明日の、新幹線が11時の新幹線なので、チェックアウトしてすぐ新幹線乗って帰りたいなと思いますので、まず今から風呂入って寝たいなと思います。
では明日の朝の寝癖でお会いしましょう。おやすみなさい。おはようございます。9時17分です。チェックアウトしたら、新幹線が来るので、チェックアウトしたらもう新幹線に乗らなきゃいけないので、ぼちぼち用意していきます。 It's in the system. It's in our blood. You cannot keep me from looking for love. Don't wanna hide it. Ain't gonna lie. I'm on the run till the day that I die. 無事チェックアウトしました。やっぱり4時間しか寝てないからめちゃくちゃ眠たいですね。もうぼちぼち新幹線の時間もやばいんですけど、まずはあのセブン入れでコーヒー買わんと始まらないんで、あのセブン入れでコーヒー買いに行って、買いに行きたいなと思います。それではですね、大阪の自分の自宅までも帰ってきました。まあ、無事今日、今回は埼玉行って、埼玉どんなとこやったって聞かれて も全く埼玉の記憶はないので、まあ、居酒屋行ったぐらいしか記憶がないんですけど、まあ、次回行った時はまあちょっと観光したいなと思いますが、まあ、今日はちょっともう眠たいので、ね、家帰って速攻で寝たいなと。ではですね、今もう GoPro の充電器が来てたので、こっちで、さよならをしたいなと思います。では、見てもらってありがとうございました。